はい、今緊急で動画回してるんですけども、これね、ヤフオクでメダカを購入しました。これはね、もう別に動画にするつもりはなかったんですけども、まあこんなもんかと、まあ、怒ってはないけど、まあヤフオクなんてね、こんなものだろうと思うんですけども、これまだね開封してないんですけども、わかるかな、まあ糞も気になるところだけど、これね品種わかりますか、こんなんとか下の方にいるからわかんないな。いや、まあ、正直今回はね、買った理由は、うちにいる品種なんですけど、オスがね、ちょっといいオスいなくて、なんかいいオスいないかなと思って今回購入したんですけども、これで伝わるかな、開封前で。めちゃめちゃ曲がってるんですよね。15匹中15匹見事に曲がってます。炭は出てないのはね、まあ輸送中の兼ね合いもあるだろうから気にはしてないんですけども、あとね、ひれも伸びてないんですよね。いや、未選別とは書いてたんですけども、まあヤフオクなんてこんなもんですよねといった感じですね。まあこれは怒りというよりも、皆さんにねこういうことありますよっていうのが伝わればいいなと思います。ヤフオクはねやはり仕方ないですね。こういうもうすっごい曲がってる、ぐねんぐねんなんですよね。でヒレも伸びてない、これね流暢胞子なんですよね。いやー、久しぶりっていうか、こんなひどいの、ほら、すごくないですか。これを送ってくるんですよね。最近やっぱり、まあ、ヤフオクってすごい便利じゃないですか。その人はね、千何件、取引してて、いい評価なんですよね、ほとんど。まあ、評価も当てにならないかな、といった感じですね。まあ、誰でもね、初心者の方でも商売ができるのがヤフオクなんですけども、まあメダカ初心者の人がねメダカ屋さんやったりとか、こうやってヤフオクとかやるとね、こういうことになっちゃうんですよね。まあ多分女性の方だとは思うんですよね。まあ取引自体は丁寧な対応をしてもらってて、まあ、黒容器で飼育したら綺麗になりますよとかね、一緒に、購入と同時に、送ってもらったんですけども、まあね、まずはこの選別ができてなんぼだと思うんですよね。まあ、この曲がってない子でね類代しても多分親がね曲がってるんだろうなと思うので、まあ、この子たちはもうビオトープを彩ってもらおうかなとは思います。まあ、開封して横身を見てみますか、せっかくなので。